コンビネーションブローって何でしょうね。ワンツーのことですか。ワンツースリーですか。自分はそういうボクシングをしません。いつも一発のパンチで倒す組み立てで戦っています。現在2階級で4団体統一を果たし、5月には34年ぶりの東京ドームでのボクシング興行で初防衛戦を勝利で飾った井上尚弥選手は過去にこう答えていました。ボクシングファンは井上選手の攻撃をコンビネーションとして捉えるかもしれませんが、井上選手自身は一発で倒すための戦い方をしている、そう答えたのです。所属する大橋ジムの会長である大橋秀幸氏も、直也は非常に KO に対するこだわりが強いんですよ、常に相手を倒しに行く姿勢はセコンドをやっていても非常に楽しいですねと述べており、井上選手のボクシングの美学は KO 勝利であると言えると思います。というわけで今回は井上直也の衝撃 KO をご紹介していきます。ぜひ最後までついてきてくださいね。ボクシングの試合は観戦していても熱心に研究や分析まで行わないファンなら、コンビネーションブローと言われてもピンとこないのかもしれません。コンビネーションという名前からもわかるように、様々なパンチをつないで攻撃する技術です。オーソドックススタイル、右利きの構えなら左ジャブから右ストレートの2発のパンチのつなぎをワンツー、そこから左フック、あるいはジャブを返したらワンツースリーとつながっていきます。これは基本的なコンビネーションブローと言えると思います。プロボクシングでは遅くとも1950年代からコンビネーションブローが攻撃技術の最先端でした。様々なパンチのつなぎに顔面ボディへの打ち分けこそがかっこよく最も効果的と考えられていました。ステップで前後左右に位置取りを変えながら角度の違うパンチを6発7発と打ち込んでいく、3階級制覇を果たした元世界チャンピオンであるワシル・ロマチェンコのような幽霊なテクニシャンもいました。一発で倒しに行く意識を持っている井上選手はこの技術を無視しているわけではありません。そんなコンビネーション全盛時代は実は10年以上も前から形を変えて進化しているのです。ワンツーワンツースリーと短く切り詰めた連続攻撃を積み重ねていき、最終的には決めの一撃でノックアウトを狙っていくスタイル、美しく長いコンビネーションブローより強打を積み上げる戦い方こそがトレンドであること、井上選手は肌で感じているのでしょう。フルトン戦の8ラウンド最初にチャンスを作った攻撃もコンビネーションではありませんと井上選手が説明してくれたパンチは、2023年7月25日 WBC WBO スーパーバンタム級統一王者のスティーブンフルトン選手を8ラウンド TKO で勝利を手にし、スーパーバンタム級でデビューを飾った試合です。左ボディジャブ、右ストレートと2つのパンチは高速でつながれていきました。その一発目、左ジャブのボディ打ちは動きの速い技巧派相手対策としてそれまでも多用してきたパンチです。あの左ボディでフルトンが止まったのが分かりました。パッと上の方を見たらフルトンの頭も手も動いていない、だから右ストレートを上に打ったんです。大きくふらついたフルトンを鋭いステップで追いかけ、豪快な左フックでマットに沈めました。これもとっさの判断、立ち上がってきたライバルを20発にも及ぶパンチを打ち込みました。コンビネーションというよりはやはり強打を積み上げて相手を倒す戦い方で勝利を収めたのです。森合正則氏が表した書籍「怪物に出会った日、井上尚弥と戦うということ」で、井上選手と対戦した選手の多くが証言しているのはその引き出しの多さでした。その時の状況を素早く読み取り、とっておきの武器を素早く選び出し、最もいい形にして試合に落とし込んでいきます。井上選手のジップでもある慎吾トレーナーはその引き出しの数は数百にも上ると明かしています。リング上で実際に対峙している対戦相手からすると無限に様々なパターンでパンチが繰り出されるので、たまったものではなかったはずです。2018年5月25日に井上が初めてバンタム級の世界タイトル WBA を手にしたジェイミーマクドネル選手との試合では、開始早々身長176センチの長身マクドネル選手の深い懐に潜り込むと左フックのボディブローで体力を削っていきます。開始早々に弱気の気配を見せたチャンピオンに今度は同じ左フックをロングで打ち込みました。ふらつくマクドネル選手はこの時点で体力気力ともにかなり削られていたように見えました。あとはもう井上選手がどう仕上げるかという状況です。左ボディブローで倒し、連打で再度倒し、レフェリーがストップをコールしました。その間112秒、対戦者の顔色を見て大胆な仕掛けを行ったアドリブ力は素晴らしいものでした。アドリブといえばこの試合後、リング上のインタビューで井上選手は WBSS 出場を宣言しました。 WBSS とは世界チャンピオン認定4団体の壁を越え、世界から選ばれた8人で最強の座を争うトーナメント戦です。実は試合に勝利したからといって参戦発表をする予定はなかったそうです。井上選手がその時の判断で参戦を表明しました。圧倒的な TKO 勝ちに熱狂するファンはこの最強への挑戦宣言でさらに温度を上げました。井上選手への注目度が爆発的になっていくのはこの時からだったと思います。そして井上選手は2019年11月7日の2と
トネア選手との決勝に劇的な勝利を収め、見事に WBSS 優勝を果たしました。井上選手のアドリブ力は試合だけはなく、様々な場面で発揮されているのです。しかし、このアドリブ力は何の努力もなしに生まれるものではありません。ジムで井上選手はまず基本を徹底して反復練習します。目の前に対戦者がいると仮装して宙にパンチを投げ出すシャドーボクシングも特に念入りに行うそうです。シャドーボクシングは1880年代、黒人として初めて世界チャンピオンになったジョージ・ディクソン氏が発明したとされ、その後140年以上経つ現在も最もベーシックなトレーニングの一つになっています。そんな基本のトレーニングを井上選手は決して手を抜くことはありません。動きの切れ味も鋭く、ラウンド数も数多くこなします。2022年6月7日トネアとの再戦を、そんな基本の積み重ねで精度を高めた攻撃によって終わらせました。2ラウンド左フックで2度ドネア選手をふらつかせます。力なく後退するドネア選手をジャブ、右ストレートで追撃、さらにワンツーを打ち込みます。ロープ伝いに逃げるドネアの体がニュートラルコーナーにもたれかかった時、またしてもワンツーを放ち、そして大きく弧を描き、わずかな時間差を作った左フックで実質5階級制覇の名チャンピオンの体は力なくキャンバスに投げ出されました。この連続攻撃に用いたパンチはいずれも教科書にあるお手本通りのパンチと言っていいでしょう。高校生ボクサーが学ぶ基本のものだけですが、それでも徹底して磨き込めば凄まじい破壊力を手にすることができるということです。基本を徹底的に磨き、その中で膨大な引き出しが準備されて、井上選手のアドリブ力が生まれているのでしょう。さらに井上選手の攻撃力には忘れてはいけない特徴があります。ここぞという瞬間を見抜き、一気にフルアタックに転じる思い切りです。 WBSS 初戦となった400戦以上のアマチュア経験を持つローレンナ・サウスポーであるファン・カルロス・パヤノ選手との試合では、スローペースで試合が進むとパヤノ選手のペースになりそうな予想でしたが、井上選手はペースを渡すことはありませんでした。初回まだお互いが距離感などを伺っている中、パヤノ選手の顎先が丸見えな状態でした。そして井上選手の脳裏に大きな5文字が映し出されたといいます。いっちゃえ。大きく飛び込んでの右ストレート炸裂すると70秒の決着でした。 KO 勝利にこだわりを持つ井上選手の攻撃面に目が行きがちですが、井上選手の強さの理由は攻撃だけではありません。危機管理能力と我慢強さが挙げられます。ドネア選手との第一戦、2ラウンドに右目の上をカットしてしまいます。右眼下底骨折でした。視界が二重になる中、井上は右グローブで右目を隠し、なんとか照準を合わせながら試合を進めていきました。この右目を隠して戦った戦術は、なんとドネア選手を真似していたのです。2013年にリジェルもリゴンドー選手と試合の最終回に右目を痛めたドネア選手はグローブでその右目を覆いながら最終ラウンドの3分間を戦い抜きました。これを井上選手はドネア選手相手にコピーしたのです。さらに驚くべきは、二重に見えていたこと、ドネア選手に最後まで悟らせなかったことです。井上選手はマーロン・タパレス選手とのスーパーバンタム級4団体統一戦で、後ろ足に極度に重心を傾ける超守備的スタンスから、ミニフックの一発に勝機を絞ってきたタパレス選手に対し、我慢強く戦っていきました。ダウンを奪い、迎えた5ラウンド、井上選手はタパレス選手の狙っていた右フックを一発だけ被弾してしまいました。その後は多彩で鋭いパンチを使い、ペースを管理しながらの試合になります。井上選手はこの時の心境、いろいろ仕掛けたんですけどね、タパレスは全く乗ってきませんでしたと語り、ドローイングバックと言われるわざと隙を作って対戦者を呼び込む戦術の中で一発だけ被弾したのです。統一チャンピオンに対して被弾したのは一発だけで KO 勝ちです。その試合を苦戦とは言わせません。試合後に井上選手がコメントした通り、派手な試合に見えなかったとしても井上選手はしっかりと KO に向けて準備を進めていたのです。その結果が10ラウンドでタパレス選手を KO することにつながったと言えるでしょう。どんな展開であったとしても、見る側は井上選手が KO 勝利に向かっていること疑ってはいけません。井上選手は数多くのパンチやコンビネーションを使い試合のペースを握りますが、それは井上選手が掲げるボクシングのびなく KO 勝利に向けた準備をしているのだと言えます。そんな井上選手がキャリアの中で積み上げた過去の KO 勝利をご紹介します。高校生史上初のアマボクシング7冠を達成し、プロデビューを果たします。 KO を量産する井上選手の伝説はここから始まりました。高校生史上初のアマチュアボクシングで7冠を達成し、19歳だった2012年10月2日に後楽園ホールでモンスターがデビューを果たしました。相手は東洋太平洋ミニマム級7位のクリソン・オマヤオ選手でした。いきなり8回戦で A 級ライセンスでのデビューは赤木選手以来の25年ぶりです。池山選手、米倉健二選手、ロイヤル小林選手、石井選手、平中明信選手、赤木健志選手の6人だけです。1ラウンド、井上選手がジャブと左フックで試合の主導権を奪います。
そして右ボディストレートでダウンを奪うと、3ラウンド井上選手は完全にオマヤオ選手の動きを見切り、ボディを中心に強いパンチを繰り出します。4ラウンドには左ボディでリングに沈め、 KO 勝利を飾りました。2013年1月5日、タイの王者ガオプラチャン、チューワッタナ選手と2戦目を迎えました。10勝中 9KO のハードヒッターです。1ラウンド、ガオプラチャンにリーチで有利だった井上選手がジャブで突き放し、ボディへストレートがヒット、明らかに表情をしますが、左右がフックを振り回すように突っ込んできたガオプラチャン選手にバックステップをしながら強烈な左フックを打ち込むと、倒れた瞬間に終了とわかるような一発で試合を終わらせました。井上選手が見事に2戦連続の KO 勝ちを果たしますが、いろいろと試したい課題があったそうで、それを試す時間もなく試合が終了したことに対して、井上選手は得るものは少なかった、もっと強い相手とやりたいと語っていました。やはり強い相手と戦いたい姿勢はデビュー当時から変わっていませんね。プロのリングに立ってから井上選手はデビュー戦で東洋太平洋ミニマム級7位に圧勝し、2戦目ではタイのライトフライ級王者をいとも簡単に倒してみせましたが、とはいえモチベーションに左右されやすい外国人ボクサー相手では信用できないという評価もこの頃はありました。果たして井上選手のボクシングは本物なのか。3戦目で日本人ボクサーである佐野智樹選手と対決します。佐野選手はアマチュアで64戦のキャリアを積み上げてきました。突出した武器は持たないものの、ワンツーを主体とした基本に忠実なボクシングが持ち味で、全体的にまとまった選手です。井上選手の力量を測る対戦相手として非常に良い相手でした。スピードやパンチ力はもちろん技術もあり、しっかりとキャリアと積んできた佐野選手をも井上選手は圧倒してしまいます。2ラウンド左フックで最初のダウンを奪います。3ラウンドに井上選手は右拳を痛めてしまい、左手一本の戦いを余儀なくされます。左手一本で戦うという状況では逆に井上選手の技術を際立たせることになってしまいました。4ラウンドにも左のカウンターからラッシュでダウンを奪い、最終10ラウンドには TKO 勝ちで見事勝利を収めました。佐野選手に勝利したことにより、井上選手は日本タイトル挑戦に大きく近づいたのです。5戦目の試合では OPBF 東洋太平洋タイトルに挑戦し、ヘルソン・マンシオ選手と対戦しました。5ラウンドの残り40秒で井上選手のスマッシュ気味の右アッパーがヒットすると、マンシオ選手の動きが止まりました。そこで井上選手が一気に攻勢を強め、パンチを連打すると、最後はマンシオ選手が防戦一方になり、レフェリーが試合をストップさせます。5ラウンド TKO 勝利で OPBF 東洋太平洋タイトルを獲得しました。この試合の井上選手は完璧なボクシングで進化を見せつけました。そして井上選手の世界初挑戦の相手はアドリアン・エルナンデス選手でした。エルナンデス選手はこの試合が5度目の防衛戦であり、強打のメキシカンで2度王座を体感している実力者です。軽量級では破格の強打とコンビネーションパンチャーとして知られ、パンチをもらうと必ず打ち返す気の強さも持つ強敵です。しかし試合が始まってみると、序盤から井上選手が圧倒しました。エルナンデス選手のパンチを見切り、スピードで圧倒する井上選手が試合をコントロールすると、エルナンデス選手の顔面に何発もパンチを当てます。試合直後から井上選手がポイントをしっかりと奪う展開でした。しかし迎えた3ラウンド、思わぬアクシデントが井上選手を襲います。現在スーパーバンタム級が適正階級だと言っている井上選手にとって、ライトフライ級での減量は体に間違いなく負担がかかっていたのだと思います。左足が痙攣しだしたのですが、その影響を見せずに強いパンチを打ち込んでいました。そして5ラウンドにはついに井上選手の左足がつり、動きが鈍くなると、これまでステップワークでかわしていたパンチをガードで受けるようになるなります。井上選手に対しエルナンデス選手はチャンスと見込んでパンチを繰り出してきました。6ラウンドには被弾しながらも強いパンチを打ち返す井上選手は、珍しくインファイトで戦うことを選択します。そして次第にエルナンデス選手にパンチが効いていきます。狙っていたという右の打ち下ろしのパンチをヒットさせると、エルナンデス選手はキャンバスに沈みました。ゆっくりと立ち上がるエルナンデス選手ですが、相当効いた様子で、すでにその目に戦闘の意思はありませんでした。カウントを数えるレフェリーに背を向けるエルナンデス選手を見たレフェリーは試合終了宣告しました。この時からアクシデントに襲われても冷静に対処できるメンタルを持ち合わせていた井上選手はやはり怪物といったところでしょうか。そしてスーパーフライ級でも井上選手は圧倒的な強さを見せつけていきます。オマール・ナルバエス選手はフライ級世界王座を16連続で防衛し、スーパーフライ級王座を11連続防衛中のレジェンド級チャンピオンです。強固なガードを持った選手で、スーパーフライ級では14年間無敗のまさにレジェンドでした。そんなナルバエス選手との対戦は、当時まだ世界戦3戦目で21歳の井上選手にとっては時期尚早との声も上がっていました。しかし試合は多くのボクシングファンの予想も大きく上回る展開となったのです。試合は開始早々に大きな動きを見せました。1ラウンド25秒、
井上選手が右のオーバーハンド、ナルバエス選手のおでこに叩きつけ、さらにガードの上からもう一発同じ場所にパンチを叩き込みダウンを奪います。試合開始から30秒も経たずにダウンを奪った井上選手に会場では大きな拍手と歓声が巻き起こっていました。2ラウンド目には少しずつ反撃するナルバエス選手でしたが、井上選手の見事なコンビネーションがナルバエス選手を捉えます。立て続けに強烈なボディを食らうと、少し動いてからキャンバスに座り込み、苦悶の表情を浮かべていました。そのまま立ち上がることはなく、井上選手の KO 勝利となったのです。当時世界最速の2階級制覇を達成し、しかもレジェンド相手に2ラウンド KO 勝利を収めると、井上選手はこの年海外の様々なボクシングサイトから年間 MVP に選ばれ、日本ボクシングコミッションからは最優秀選手賞、軽量賞、そしてこの試合は年間最高試合に選出されたのです。この時、世界に怪物井上の存在を知らしめたと言っても過言ではないかもしれません。2022年12月に行われた WBO 世界バンタム級王者であり、最後のベルトを持つポール・バトラー選手との試合も印象的でした。試合前日、井上選手がキャリア初の体重超過をしてしまいます。なぜか日本で使われる重りを使用したものではなく、デジタルのものに急遽変わっていました。軽量台に乗ると 53.52kg のリミットを 30g 超過していました。井上は苦笑いしていましたが、約5分後に再計量に臨み 53.45kg でパスしました。試合が始まると、王者同士の試合とは思えぬ衝撃の展開になります。開始から終始ガードを固め、リング上を逃げ回り、防戦一方というよりも戦闘拒否といった様子のバトラー選手ですが、さすがの井上選手も戦う気のない相手にはなかなかパンチをヒットさせることができずにいました。両手を後ろに回し打ってこい、トロイ・ジョーンズのように挑発する井上選手ですが、亀作戦を取ったバトラー選手はそれでも手を出しませんでした。逃げ回るバトラー選手を徹底的に追い回した井上選手は、11ラウンドに左右の連打から左ボディを浴びさせるとバトラー選手からダウンを奪います。この左ボディで勝利をつかむと、バンタム級4団体の完全制覇を達成したのです。その後、スーパーバンタム級に階級上げると、初戦でいきなりこの階級最強の相手となるスティーブン・フルトン選手との対戦となりました。井上選手と試合を行うまでは、主要4団体のスーパーバンタム級では一番強いとされていたフルトン選手ですが、試合開始から L 字ガードを利用したボディジャブを効果的に使う井上選手は、体格で勝るフルトン選手相手にも臆することなく攻撃を仕掛けます。4ラウンド前には前に出始めたフルトン選手が主導権を奪い返しに来ますが、一進一退の状況が続きます。そして迎えた運命の8ラウンド、序盤から多用していた左ボディでフルトン選手のガードが下がったところ、井上選手は見逃さず渾身の右が炸裂しました。バランスを崩したところにさらに左フックを打ち込むと、ダウンを奪い、なんとか立ち上がったフルトン選手を猛ラッシュで追撃しリングに沈めました。ここでレフストップとなり、スーパーバンタムでの初戦にてこの階級最強の敵を倒し、 WBC、WBO の2つのベルトを手に入れました。その後、スーパーバンタム級2戦目にして2階級目の4団体統一をかけて行われたマーロン・タパレス選手との試合では、戦前には井上選手の圧勝と予想されていましたが、タパレス選手が予想外ともいえる健闘を見せました。しかし4ラウンドに井上選手の左フックがヒットすると、タパレス選手のディフェンスが崩れ、このチャンスを井上選手が見逃すはずもなく、そこからラッシュをかけるとタパレス選手はダウンしてしまいます。ダメージは深刻そうでしたが、なんとか立ち上がったタパレス選手はその後驚異の粘りを見せ戦い続けましたが、井上選手の強力なパンチにパンチを受け続けると、徐々に体力を奪われていきました。そして迎えた10ラウンドには、井上選手の右フックがテンプルをついたところで万事休す、タパレス選手は膝をつきリングに倒れると試合は終了。この試合で勝利した井上選手は史上2人目の4団体統一王座を手に入れました。そして皆さんの記憶にも新しい東京ドームでの34年ぶりのボクシング興行、超満員の観客と共に大成功に導いたルイス・ネリ選手との防衛戦です。過去にドーピング陽性、体重オーバーでの王座剥奪と悪行を働き、日本のボクシングファンとの因縁も深いネリ選手との試合に4万人を超える観客も大興奮でした。しかし試合が始まるとまさかの展開です。1ラウンドにネリ選手の左フックが井上選手の顔面を捉えると、キャリア初のダウンを喫しました。ダウンした後、8カウントまでしっかりと休み立ち上がる冷静さで1ラウンドを乗り切ると、その後は試合をコントロールし、2ラウンドには左フックでダウンした分のポイントを取り返し、徐々に井上選手のペースに巻き込んでいくと、4ラウンドに手を下げての挑発を見せると、5ラウンドに再び左フックでダウンを奪います。最後は6ラウンド、右アッパーからの右ストレートで TKO 勝利を収めました。試合後には、1ラウンド目のサプライズ、たまにはいかがでしょうか、日本東京ドームでルイス・ネリと試合ができたことに感謝します。
とてれ笑いを浮かべていました。今回は井上尚弥の衝撃 KO をご紹介してきました。井上選手は KO での勝利にこだわりを持っており、常に強い相手を求めています。そして次に紹介する KO ですが、ネリ選手との試合後、リング上にサム・グッドマン選手を挙げて交渉を行うことを宣言していましたが、グッドマン選手は対戦を回避し、テレンス・ジョン・ドヘニー選手との対戦が決定しました。ドヘニー選手との試合で井上選手がどのような KO 劇を見せてくれるのか、そしてその KO 劇をご紹介できるの楽しみにしています。チャンネル登録・高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。